先月からスタートしましたこの番組、ともかの元気は木から、まあ、私藤岡ともかがやりたいことをおよそ30分に詰め込み、毎回ゲストをお迎えして喋って笑って歌ってまた喋って、視聴者の皆さんが元気にそしてハッピーになってもらえるといいなという思いからスタートした番組です。さて本日の1曲目は私が歌わせていただいております地元香川県のイベント瀬戸内国際芸術祭ミュージックブルーのテーマソングであるこのナンバーから、ソングインブルー、どうぞお聴きください。あなたには神様がついているからね、大丈夫、頑張って旅立つ日
さあ本日で2回目の放送になりますが、今回のゲストはこの方たち、今注目の俳優ボーカルデュオのアッシュのお二人です。ご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますが、まあ、アッシュさんのご紹介を少々。俳優の中村誠二郎と根本正和が組んだボーカルデュオ、ライブを意識したノリのあるハードな曲からミディアムテンポにこだわり、メロディ、歌詞をより伝えるサウンドを重視、作詞作曲はアッシュ本人が担当を、またライブでも高い評価を受けており、毎年全国ワンマンライブツアーを行っている、俳優だけでなくアーティストとしても進化を続けている大注目のお二人です。ありがとうございます。ということで、なんかお久しぶりですよね。お久しぶりかな、1ヶ月ぶりぐらい、1ヶ月ぶりかな、作品でね、一緒に共にしたからね。まだ舞台で初共演、そうすごいよね。私の初舞台。あ、そっか、そうだよね。そうそう、あれがファンダンゴ。だ、舞台立ったことない、お芝居したことないもん。顔合わせの時にさ、うん、めっちゃ緊張してたもんね。いや、緊張してたよ。隣だったじゃん、俺。だって分かんないもん、全然。なんかそのどないしようか、顔合わせあれ顔合わせだっけ。そうそう、顔合わせ、顔合わせとか初めてだし、なんみんなやっぱ慣れてるやん。なんかだけど私なんかどうしたらいいんだろう、挨拶もどうしたらいいんだろうとか。やっぱああいう時ってさ、そんなことはないのに、うん、自分以外の人がちょっと敵に見えるみたいな瞬間あるよね。なんかきっと自分は受け入れられてないんだろうなみたいな。もうまさにそれあるでしょ。ずっとね、ブツブツ言うさ、私必要ないんじゃない。でもね、周りもね、そんなことはないのよ。どうやってこう受け入れてあげたらいいのかなとかも思ったりもするんだけど、うん、それがみんなうまいことできなかったりもするから、そう、みんなね味わってるよ、どこでも。あ、本当に、うん、まああれが初めてではないのね、うん、出会った、もう1年ぐらい、ちょうど1年ぐらい前。しかも一番最初がそのね、カラオケボックス。そうそうそう、まあ、その上のとある方に紹介されて、ちょっと、まあ、俺も音楽をやるとして、そのちょっと歌声をやっぱこう聞いたりして刺激もらってほしいんだよねみたいな話になって、本当に、なんだろうな、いきなり合わされてね。そう、初めての場所がカラオケって、みたいな。しかも、こんな本物の前で歌うって。で、それで、その時は、そのともかちゃんに一曲だけ歌ってもらって、素晴らしい。その後、なんか一緒になんか飲みに行って、いろいろぶっちゃけ話して、みたいな。だって、その前にね、あの、私実は、前の作品なんだっけ、ヒステリック6、うん、見に行ってるの、私。あ、そうなんだ。そうなの。だから、舞台で、二人のことは、知ってるの。俺出てたか、あのね、あ、スクリーンに出てた。あ、スクリーンに出てた。舞台には出てなかったの。スクリーンに出てて、なんか、はいはいはい、こう、自撮りみたいなのやってて。うんうん、で、誠二郎くんと会ったのは、イベントの時だ。イベントの時に、試写会の時。そう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 。そうそうそう。で、後ろから挨拶。あの人誰って面白い。いや、そうなるよね。絶対なるよ。人は誰、なんか私が一方的に知ってるけど、誰っていうクエスチョンがこう見える感じで挨拶されたのは覚えてる。でも別に感じが悪かったとかじゃないでしょ、うん、まあでもその、まあ、この前のそのファンダンゴの、はい、まあ、お芝居の時にはまあもう二人にはねすごいお世話になりました。いや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 、まあでもね二人はねすごいねと思った。なんかこうやって話すと、うん、なんかこうなんていうか身近な感じするやん。だけどね、はいはい、舞台立つとねやっぱりなんか遠い存在みたいな。へえ、遠い存在って言い方がいいのか分かんないけど、あ、やっぱりすごいなって思った。こういうことやってきたんだなみたいな、こういうことやってきたんだなっていう、あ、やっぱりそのプロだなみたいなのを感じて、なんか練習してる時にね、うん、アクションの、うん、あの銃のやつ、 あれ見てる時私ね、かっこいいと思ったの。なんかファンがキャーってなるの分かる。俺様のこと、うん、俺様のこと。俺様のことよ。なんかあのね、こう、うん、ね、うん、こう人なんかね、下の子にさ、うん、こうやってて、あ、教えたりとかね、教えてる時に、うんうん、その時私隣でたまたま行って、うん、なんかこうやるんだよみたいな感じで、うん、で俺がちょっと見せてやるよって言わないよ、うん、言わないけど、うん、さらっとすんだけど、うん、それがねなんかおかっこええみたいな、うん、大丈夫、誠二郎それを見越してのだからね。そう、うん、全部計算してるから。いやすごいな、ちょうど見てるかな女子。OK じゃ今やろう。でもね、計算ね、いいよね、うん、俺もね男だけどああいう姿見てると、うん、なんかその人にやっぱさ教えないこともいっぱいあるじゃん、うんうん、だけどなんかこう自分の経験してきたことを惜しげもなくなんか言ってる感じとかはやっぱいいよね、うん、いやだけど稽古中のあのまあ私はあれはなんか半分稽古というよりかはなんか休憩時間と思ってたから、みんなこうフランクな感じで話した時にすごいシリアスな感じで厳しく言ってたから、ね、おおと思って、これはシリアスなと思う、あんまりこうちゃちゃ入れたらあかんやつと思って。なんだもう歌ってす上手すぎてさ、歌が、ともかちゃんの歌が。いや、やめてよ、もう。で、本当に、マジで。やめてよ。でも私結構ね、あの、アカペラじゃなくて、なんだっけ、口パク疑惑があったの。そう、そうなの。え、そう。だから、上手すぎて、俺も最初わかんなかったの。あれこれ、
口パクなのかと思うんだから本当に歌ってるからさ。でも確かにそれはすげえ歌ってるよ。明らかにさ、なんかちょっとテンポも合わん時とかさ、呼吸とかちょっとさずらすとかした方がいいんじゃないの。もうそんな私の話はどうでもいいのよそんな。最近あるよね、最新アルバムが出たんやね。はい、そう、ダブルと書いてダブル、ダブルがリリースされたばっかりなのね。7月の7日に、うん、だからお芝居、お芝居ファンダンゴの初日の前の日。そうだそうだ、覚えてる覚えてる。でしかもなんかあれだね、ランキング結構なんか、そうタワレコの全国ランキングで2位になった。すごい、おめでとう。ありがとうございます。すごいね。なんかね、やっぱ数字で出ると分かりやすいからさ、まあ、ある意味現実がしっかり突きつけられるけど、ファンの人がめっちゃ頑張ってくれた。いやファンの人ありがたいな、ね、ありがたいな、ありがたいな、ね、ありがたいな。いやなんかエコのアルバムはさ、なんかコンセプトとかあるの？そのダブルって書いてるけど、そのダブルの、まあ、意味というか、まあ、今回は、まあ、結局ダブルなんだけど、うん、ほら今はローマ字一文字でダブルなんだけど、うん、2人とか2つとかって意味のダブルもあるじゃん。うんうんうん、でやっぱアッシュがやっぱ2人だから、うん、今回、まあ、いっぱいいろいろやってきたけれど、うん、もう一回その2人の2人でいる意味とか、うん、アッシュが2人だからこそやれる音楽とかっていうのをやっていきたいねっていう意味から、うん、まあじゃあダブルっていうことで、うん、まずは逆にローマ字の一文字の方にしようかっていう話になって、うん、で結局なんかまあ、俺ら発信だけどそこには聞いてくれる人とかがいて、うんうん、で聞いてくれる人の隣にも誰かがいたりとか、必ずなんか一人じゃない瞬間っていっぱいあるじゃん、うん、そうだよね、うん、そうだからそういうのがあって、うんうん、あと歌詞にこだわろうってワードで、なんか、まあ、いろんな意味でなんかダブルっていうのがいいね、うん、それを含めたでも一文字に逆に込めようか。そうなんだ。そう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 。えでもなんか作詞作曲とかもね、みんな二人でするんだよね。そう今回11曲ね。すごい。で私ね、そのアルバムを聴かせてもらって、その中に入ってる1曲をちょっとあの舞台中も私実はちょっと練習してた、楽屋とかで聴いてたんだけど、そう歌ってたんだけど、その曲さ、なんかせっかくやからさ、なんかちょっとデュエットとかしちゃわない？おお音楽をやっている者同士、せっかくからちょっと歌っちゃおう。で私最初頭歌サビ歌うから歌ってね、はい、OK？いい？ 1、2。 どんな時でも君が好きだよ、どんな時でも変わらない、変わることのないこの愛をこれからも君にずっと。覚えてるよ、呼吸さえも忘れていたあの時も、動き出すよ君との世界、鮮やかに今色づくよ。君を見るたび目が離せない、この時間を切り取って僕の宝箱にしまっておこう。どんな時でも君が好きだよ、どんな時でも変わらない、変わることのないこの愛で君を守り続けてゆくから、どんな時でも君が好きだよ、今日も明日も泣きれるほど抱きしめるよ、この腕でこれからも君をずっと。ウェーイ、ウェーイいいね、めっちゃいい曲やね。いやもうほんとね、なんかあっという間で
もうちょっと時間来ちゃったんで。足りねえな。そう。まあ、ちょっとその前にさ、なんか、はい、アッシュ今、実は全国ライブツアー中ということで。そうなんですよ。なんかお忙しいところどうもありがとうございます。いえいえ、とんでもない。今、なんかアッシュライブツアー2015って、毎年やってるんよね。はい、今真っ最中で、まあ、千葉公園と福島、地元福島でね、はい、福島とあと横浜公園も終えられて、まあ、今週から西日本行っちゃうんだよね。行きますよ。いや、なんかそれでちょっと告知をじゃあ、させていただきます。はい、いいですか。お願いします。8月22日土曜日、これ大阪やね、はい、大阪、会場が梅田シャングリラ、はい、で8月23日日曜日で福岡、地元やね、来ました福岡、地元を福岡、ドラムさん、はい、はい、で8月29日土曜日東京、これがラストかな、はい、ラスト公演が東京で、渋谷クラブクワトロ、はい、わ楽しみだね。楽しみですね。いや楽しみだよ。私もちょっと本当見に行けたら見に行く。ぜひぜひ。でまあなんかインストライブというか、なんかトークライブとかもあるよね。なんかあ、そう、インスト、タワレコインストイベントがあって。そうなの。なんかまあ、詳しくはね、うん、まあ、公式ツイッターとかホームページとか、はい、ブログをちょっとチェックしていただいて、はい、まあ、今回のツアーの、まあ、見どころとか、簡単になんかちょっと、うん、どうなん？やっぱり、あとまあ、俺らがそのライブやるときに心がけてるのは歌ももちろんなんだけど、うん、せっかくライブだからこそのその一体感、うん、だから大事やね、そう一体感ね、やっぱり気持ちいいもんね、また、まあ、夏だし、うん、こうみんなもなんか夏休みと夏祭りみたいな雰囲気で来てもらって、一緒に何かタオルとか回したすのめっちゃ回すよ、おーめっちゃ、私ちょっと行くわほんま、うん、ちょっと調整していきます、笑ったりちょっと感動したりとかで、うん、なんか聞いてもらいたいなと思います。素晴らしい、楽しみ、面白いよ、一番本当、ね、面白いって言っちゃうからね。面白いって言っちゃう。まず一つ面白いのが、自分たちでハードルを上げるこれ面白いポイントだ。いやもう一番面白いね。多分そう、なんか、ね、独特なライブだと思う。なんかいろんなライブ見に行くけど、なんか役者やってるからさ、うん、そうやね、なんかそうイベントとかよくやるじゃん、うん、なんか独特だよね。独特だと思う。いやでも楽しみにしてる。いやもうぜひ。なともかちゃん、なんでやねん、もう私が来てるってこと何日に行くとか言わんわ。いやいや、黙ってきて、黙ってきて。もしかして福岡、福岡の公園に後ろで行ってるかもしれない。なんでだよ、福岡まで来ちゃったみたいなまあでもまあちょっとね、楽しい時間はあっという間で、はい、まあ、今日は本当、アシさんありがとうございました。いやありがとうございます。忙しい中ね、まあじゃあちょっとお別れは、アシさんの曲で終わりたいと思うので、はい、アシさん、曲のご紹介お願いします。はい、まあ本当に今日はありがとうございました。いやいや、こちらこそどうもありがとうございました、楽しかったです。さっきもですね、ちょっとまあ3人でね、うん、こうセッションさせてもらったんですけども、アルバムの中に収録されている、はい、こっちを聴いてもらいたいかなと思います。あ、さっきの曲、はい、あ、なのでいい、ね、聞いてください、はい、アッシュでどんな時でも。ありがとうございました。どんな時でも君が好きだよ、どんな時でも変わらない、変わることのないこの愛を、これからも君にずっと。覚えてるよ、呼吸さえも忘れていたあの時を、動き出すよ君との世界、鮮やかに今色づくよ。君を見るたび離せないこの時間を切り取って、僕の宝箱にしまっておこう。どんな時でも君が好きだよ、どんな時でも変わらない、変わることのないこの愛で、君を守り続けてゆくから。どんな時でも君が好きだよ、今日も明日も秋
しめるよこの腕で、これからも君をずっと。生まれてきた意味はきっと君と出会うためだから、偶然ではないよきっと、必然だった、わかるだろう。君が見えないそんな時には、結ばれてる赤い糸、手繰り寄せて見つけてみせるよ。どんな時でも君が好きだよ、どんな時でも変わらない、変わることのないこの愛を、これからも君にずっと。例えば君が涙を流すのなら、僕が笑わせてみせるんだ。それほどに僕にとっての君は、かけがえのない人さ。どんな時でも君が好きだよ、どんな時でも変わらない、変わることもない、この愛を君に注ぎ続けてゆくから。君が好きだよ、君が好きだよ、今日も明日も呆れるほど伝えるから、この愛をこれからも君にずっと、これからも君とずっと。さて、本来だとともかの人ごと人生相談コーナーというのをやるんですけれども、今月はちょっとお休みをいただいて、9月の、ライブについてちょっとお話しさせてもらえたらなと思います。まあ、2015年頭に2年後2017年に武道館ライブを目指してということでスタートしたドリーマーというイベントが次で、4回目になります。その第4回目と合わせて、私9月が実は誕生日なんですね。9月28日が誕生日で、まあ、そのドリーマーのイベントとバースデーライブを、一緒にしてしまおうと思って、今回は藤岡友香ライブドリーマーステップ4バースデーセレブレーションということでライブをさせていただきます。まあ、今回はですね、前回に続いてまた全員女性でお送りしようと思ってるんですけれども、まあそれぞれねもう本当に実力のある方たちばっかりなので、私もとても楽しみにしてるんですけれども、まあ、今回の選曲も、オリジナルソングはもちろんなんですけど、オリジナルソングに加えてあとカバーも、まあ、ほとんどの方がこう聞いたことあるんじゃないかなっていう、であとまたなんかこれをともかが歌うのみたいなね、あえてそういう曲をちょっと今回選んでみました。
まあなんかそれをね、まあなんかそのままやるのもあれなんで、ちょっと今回ちょっと違うアレンジでやってみたりとか、まあカバーなんだけど、ちょっとオリジナルとは違うっていう、まあ私らしさをね、カバーでも出せたらなと思ってます。まあね、なんか新曲なんでね、みんななんか初めてもちろん聞くんですけど、それでもみんながこう盛り上がれるような、感じをすごくこうイメージしてるので、なんかすごく楽しみなんですよね。結構私やっぱバラードが多いので、いろんな人からアップテンポな曲書いてよみたいな感じで言われるんで、まあ、確かにそうだなと思って、まあ、今回ちょっとアップテンポな曲ばっかり書こうと思って、実は 4,5 曲書いたんですけど、まあ、その中から、まあ、ちょっと今回歌ってみたいなって思う曲を1曲ちょっと選んでみました。なのでその皆さん、ぜひぜひ楽しみにしてもらえたらと思います。あとね、ドリーマーって毎回、こう、第1回、第2回じゃなくて、ドリーマー、ステップ1、ステップ2、ステップ3って、こう、ステップっていう言葉を使ってるんですけど、まあ、これは、まあ、やっぱり1回1回のライブで、こう、ステップアップしていきたいなっていう思いを込めて、実はステップっていう言葉を使ってて、今回ステップ4になるんですけど、まあ、今までのライブより、やっぱもっともっとこう、ステップアップしたライブにしたいなって思って、まあ、もちろん選曲もそうなんですけど、ちょっと一つ挑戦しようと思ってて、まあ、ちょっとここで言えないんですけど、サプライズで、一つ前から思ってたことをちょっと挑戦してみようと思います。なので、まあ、すごい今回、緊張もあるんですけど、まあ、同時にね、なんか、またステップアップする、チャレンジする、私をこう見てもらえるのも楽しみだなと思って。今回ね、実は、グッズを作りました。もうすごいデザインもいい感じになってて、初めて作るグッズなんで、もうすごいこう楽しみなんですけど、まあ、皆さんにもね、ちょっとぜひ早く見てもらいたいなと思っております。お時間許す限り、お越しいただけたらと思います。まあ、詳細なんですけど、日程が9月10日、平日木曜日、17時半オープンの19時半スタートです。会場は渋谷、セルリアンタワー東急ホテル2階の JZ ブラッド。セルリアンタワー東急ホテル2階の JZ ブラッドです。まあ、渋谷の駅からね、徒歩数分なので、まあ、アクセスはすごくいいです。チケット料金が、予約だと3800円、当日だと4500円になります。ご予約お問い合わせは JG ブラッドまでお願いします。電話番号が 03-5728-0168、03-5728-0168、平日の15時から21時までになります。JG ブラッドのホームページでも24時間ご予約できますので、ぜひちょっとアクセスしてみてください。今回ね、皆さんにもっともっと楽しんでいただけるように、準備してますので、本当ぜひお越しいただけたらと思います。たくさんのご来場お待ちしております。まあ、今回、ともかの元気は木から2回目でしたが、いかがでしたでしょうか。次回は9月22日火曜日の放送になります。毎月第3火曜日に放送になります。あと、ともかの人ごと人生相談コーナーの募集もどしどし受け付けておりますので、私に相談に乗ってもらいたいと思うことを送ってください。宛先は、ともか _radio928@yahoo.co.jp ともか _radio928@yahoo.co.jp になります。それでは来月9月10日、ドリーマーステップ4バースデーセレブレーション、ちょっとご来場いただけない方は9月22日の放送でお会いしましょう。どうもありがとうございました。藤岡智香でした。